ひしよろいあじは、鈴木木アジかに属する、沿岸性の海水魚である。インド洋と西太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息し、日本においても琉球列島などで見られる。最大で全長72センチメートルに達する、比較的大型の肉食魚で、小型の魚や、その他の無脊椎動物を捕食する。漁業においてはそれほど重要な種ではないものの、 釣りの対象になることはあり、また食用としても美味である。騎鎧味は、鈴木木味科の鎧味族に分類される。本種の初記載は1833年、フランスの分類学者ジョルジュ・キュビエによるもので、セーシェルで得られた、ホロタイプ標本に基づいている。本種は当初、銀ア味族に分類されていたが、その後族の分類については二度再検討がなされている。 まず、ウィリアム・オギルビーによって、現在のシマアジェ族スドカーアンクスにあたるシチャラ族に、続いて、イアン・ムンロによって、ロヤジ族に移され、現在に至る。本種は、複数回独立に、再記載もされている。そのうち最古のものが、ピーター・ブリーカーが、本種によく似る別種として1851年に記載したカーンイズ・クリス・フリーズという種であり、後の文献では、 この種は本種と動種とみなされている。この学名を含む再記載された際の学名は現在では全て無効な死のニムとされている。オーストラリアのウェイパで釣り上げられた本種本種は他の同族魚類と似た強くがは平たした体型を持つ。幼魚では卵円形の体型だが成熟に伴い徐々に長い体型に変わっていく。比較的大型の種で 最大で全長 72cm、体重 4.35kg に達した記録がある。背足の方が腹足よりも膨らんだ体型をしている。口は大きくシャイで開く。本種を識別するのに、重要な特徴の一つが、糞の形態で、背足の頸部から口のやや手前までは、直線的になだらかな傾斜を描くが、口の直前で傾斜が急になりほぼ垂直になる。両額に、 縦毛状馬体があり、大型個体では外側に塩水馬も数本発達する。背びれは二つの部分に分かれ、前方の第一背びれは9トゲ状から、後方の第二背びれは1トゲ状、18から20、南状からなる。尻びれは前方に存在する2本の有利トゲ状の、他に、1トゲ状14から17南状からなる。背びれと尻びれの南状部は鎌形になり、 幼魚では最も前方の難情が伸長して、フィラメント状になる。生魚では、このような状の伸長は失われ、最も長い部分でもその長さは、頭腸を下回るようになる。胸びれも、長く釜状となるが、その先端は、側線の直線部と曲線部の交点まではわずかに、達しない。小柄は細く、尾ひれの後端は深くに刺する。側線は、 前方で曲線を描き、後方の直線部と比べて曲線部の方が2倍ほど長い。直線部の後半部には20から37の両鱗が存在するが、発達の程度は弱い。胸部には、副機器部の後方から、体側面へ、胸びれ機部まで広がる、広いムール湖域がある。体色は銀色を基調として、背側では、青緑色を帯び、腹側にかけては、 銀白色が強くなると同時に、光の反射により黄色から緑色を帯びて見える。災害の上縁には小さな黒い斑点がある。背びれと尻びれは、開白色から薄い黄色で、尻ひれ南上部の木膜の基部にはしばしば白い斑点が一つ見られる。尾ひれと胸びれは、青白色からくすんだ黄色を呈する。大型個体では、 頭部やヒレが黒色に近い暗い色を帯びることがしばしばあり、これは混姻色にあたるものである可能性も指摘されている。本種はインド洋と西太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息する。生息域は西は南アフリカやマダガスカルから北へ、航海やペルシャ湾、そして東へ、インド、東南アジア、インドネシア、日本、フィジーなどまで広がっている。 分布域の北限は、日本、南限は、オーストラリア北部及びニュージーランドである。日本においては、琉球列島を中心とした南日本で見られる。沿岸性の種であり、沿岸部の珊瑚礁や岩礁でよく見られ、大きな湾内でも、時々見られる。近縁種と比べて、水質の悪い、濁った海域にも生息できる性質を持つ一方、エスチュアリーではあまり見られない。 幼魚は、浅い湾内の海岸近くに生息するとされ、砂浜の近くでも時折見られる。生魚はより深い海域に生息し、普通水深30メートルから60メートルの間で見られるが、最も深くて、水深90メートルからも記録がある。泳ぐ、シオロイアジ本種はやや底生成の高い肉食魚で、海底近く、あるいはその直上で獲物を捕食することが多い。 詳しい植生については、オーストラリアのカーペンタリア湾で研究が行われた例がある。この研究によれば、本種は主に小型の魚類を捕食するが、他に軟体動物やカニ、その他の甲殻類なども相当量捕食するという。一方南アフリカでは、エビが本種の主な獲物であると考えられており、他に小型魚類やカニも捕食するとされる。顎が あまり発達していないため、それほど、硬い獲物は捕食できない可能性がある。繁殖生態の詳細についてはほとんどわかっていない。本種は生息域中のどこにおいてもそれほど重要な漁業対象ではないが、ハエナーやトロールも、刺し網などによって漁獲されることはある。鮮魚として、他のアジカ魚類とあまり区別されることなく流通する場合が多い。南アフリカではボートを用いた、 趣味釣りにおいて時々釣り上げられることがある。小型の餌で釣り上げることができ、食用としてもかなり美味であるとされている。ありがとうございます。